っかけはですね、子供の頃に見たあの刑事ドラマですね。太陽に吠えるとか西部警察とか、交差点でこうガッとこうドリフトするのを見て、大人になったらやってみたいなっていう気持ちで始めましたね。当時そんなあの自分した頃ってそういう先輩とかもいなかったんで、ね、全然本当もう自分一人で独学って言ったらまあちょっと変ですけど、本当もう単独で遠目行って練習したりとかしてましたね。で自分あの免許取ってすぐにあの SW の MR2 乗ってたんです。で MR2 乗って、その頃にあの土屋さんが SW 白の SW でドリフトをしてる映像を見て、おすげえかっこええな、あ SW でもやっぱできるんやと思って、自分その頃やっぱ練習しとったらエンジンが後ろにあるんで、これちょっと不向きな車なかなと思ってたんですけど、土屋さんの見て、おやっぱできるのかな。でその頃やっぱ自分でそういう塗装とかも整備とかも全くできなかったんで、例えばエアロつけるのに車屋出して、でその車屋からあの台車もらって、でその台車であのその近所の砂利道で練習してましたね。台車返す頃にはもうドロドロで、もうなんかホームもならんくなって、もうこれもうどこ走ってきたって言われて、いやあの普通に走ってましたって。でよくそれで練習してましたね。月のガソリン代が12万とかありましたね。もうどうして払おうかなと思って当時ドリフトっていうより峠であのやっぱグリップ多かったんですよね。隣の福井県であの04が流行ってたんです。でみんなそっちのやっぱ04の方に行ったりして、あの週末になるとは行こうぜとかこう誘われたんですけど、いや俺はちょっとあの峠行くわっていう感じだったんで、暇さえあればガソリン入れてはもう峠行ったりで練習してましたね。一年であの友達に売ったんですよ、ね。売ったその理由が、昔あったプロショップウェーブさんのあのピンクの固定ライトの180が雑誌にこうバーンと出とって、これかっこいいなと思って、これも180買うしかないみたいな。その当時でもやっぱ連れとかにもやっぱあの180乗っとった、まあ、何人かいたんです。その180は興味なかったんです。でもそのプロショップウェーブさんの180を見て、新車で180買いました。それが19歳の頃なんで、ね、ほんで180も買ったからには真剣に頑張ろうみたいな。で、俺はドリフトでちょっと有名になりたいなっていう、ウェーブさんの車庫帳、あの、鬼キャン全盛期の頃ですよね。車庫帳を買って、で15インチのあの、フカリムですか?はめて、よく走ってました。昔ドリフト大会もそんななかったんですよね。自分らがそのドリフト始めた頃に。本当ちょっとマニアックなんですけど、昔あったヤングバージョンっていう雑誌、つくばでドリフト大会がある STCC っていう、あったんですけど、風間康之さんとか、細谷純一さんとかこう出てって、めちゃくちゃ速いんですよ。すっげえうまいんですよ、綺麗で。で、それに憧れて、その当時のチーム員と、つくばのこれ出てみるみたいな、いやいや無理やろみたいな感じでしたね。でそれからやっぱそういう本屋とか書店行ったら、あのビデオオプションですよ、ね、あれを見てイカ店ですよね。イカ店でもう釘付けになって、もうなんかイカ店出るのを目標にしてたみたいな感じでしたね、当時は。で応募してたんですけど、やっぱ当たらなくて、でたまたま先輩が応募してたのが当たったんです。でもその先輩らはもうそのチーム解散していなかったんです。で、代わりに電化って言われて、23歳の時に1回目のイカ店に出ました。それが第47回か9回です。でその時に一緒に出たのが、風間康之さんです。絶対勝てねえよ、みたいな。で1代目のその180を結局5年乗って、また同じチーム員に売ってしまって。で、2代目の180を安く買ってきて、最初これと同じ赤色に塗って、次に白色に塗って、で、まあ、ブリッツの03ハイター、白色に塗って、それから黒色にしたんですよ。でその頃、白色の時はまだサーキット行ってたんですけど、黒色に全塗装した途端に
体壊しちゃって、で、1ヶ月入院したんですね。で、まあもう一生治らないちょっと病気なんですけど、それがすごくショックで、その当時、ワンエイティもナンバーあったんですけど、もういいや、みたいな感じになって、ナンバー切っちゃったんです。その当時、ちょうど結婚したナリやったんで、どうしようかな、みたいな感じで、もそれはもうドリフトどころじゃないなと思って、で、ナンバー切ってしまって、で、1年、何もせず、で、2年目で、自分の会社に、お客さんで来てる後輩がいたんですけど、ワンエイティ乗っとったなぁと思って、お前、ワンエイティどうしたんって聞いたら、いや、もう乗ってなくて、もう家に放置してあります。え、いらんなったら、売ってちょうだいって言ったら、譲ってもらえれて。で、ああ、もう一回始めようかなーって、そんな感じやったんですけど。やっぱその、自分が体壊したっていうのは、やっぱこの近辺のやっぱ後輩とか先輩とかにもやっぱ行き渡って、おい、ヤスともうドリフトやめるらしいぞっていうなんか噂を聞いたんです。でそれ聞いてなんか悔しいなと思って、ほんでそのもらったワンエイティをじゃあ真剣にちょっと作ってみようかなと。でその白色のワンエイティの時に BM 杯でマテサーキットにで走ってる時に結局、まあ負けたんですけど、その時に風間康之さんに、こういろいろ質問しとったら、やっぱ、車はドームなんだよ、つって。で、ドームをちゃんとしなきゃ、ドライバーがいくら良かったもダメだよ、って言われたのを思い出して、で、あ、じゃあちゃんと作ろうかな、と思って。で、今に至ります。この作っとる時って自分、まだアパート住まいやったんです。で、自分らのそのアパートの一室だけが、なぜかガレージ付きやったんです。その自分らが住んでる部屋だけ。で、そのガレージに、よくドン柄のワンエイティをこう、持ってきて、もうほんと10月の終わり頃の寒い時に、まあそれまでもちょくちょく顔出してくれたんですけど、その時にコンビニのあったかいおでんを、ワークスロードさんが差し入れくれて、今でも覚えてます。すっげえありがてえなと思って。で、一緒に考えてくれたんですよね。ロールバーをどこにこう落としたらいいかとか。いろんなことをこう、アドバイスもらって、作りましたね。昔みたいにこうガチで、大会行くぞとか、そういうのはもうないんで、自分が乗りたい時に乗れる。サーキット行きたい時に、行ければいいかなと。はいはいはい。息子さんに渡そうとかっていう感じではないんですか？息子は多分、乗らないと思います。まあちょっとは興味あるらしいんですけど、そんなそこまでドリフトしたいとかそういうのじゃないと思います。下手すると息子さんが大人になった頃にはもう勝手に売られちゃうぐらい。そうですね、息子はこれなんか、俺がおらんくなったらもううる言ってました。すぐ。
まあ、それは多分ワークス堂々さんが阻止してくれると思います。